今。ああ。これはシャオロンにやられたな。シャオロンやられたな。甘いぜおい。さーて誰かな敵は。やはり味方は誰かな。戦力に近い人に。よくなかったな。どうしようかな。頑張れエミール。こっちのシャオロン殺すんだよ。ロボシャオはあれかシャオロンが強かったか。はあ。まったくキョロキョロしやがって。え？どうした？いや、しま、多分近くにいるぜ、これ。いるな。乗ってくれられたとした。俺、今、中に突入した。中に突入した。うん。これ。でも、ロボロが死んで終わらへんってことは、絶対もう、あいつよな。ああ、ごめん、あいつよなってのは、俺から死んで、ね。エミールだよな。で、エミールからしたらゾムだよな。もうゾムさんだよ。もう俺ゾムさんだよ。もう理論。人狼というウルトラシーンはなかったって話や。当たり前やろ。いや逆にそれやったら俺らめっちゃうまい。俺らが人狼やったら。いやほんまによ。いやー。どうしたもんかなぁ。そこもリプレイスが出るんじゃなかった。いや待て、だって。トーテム持ってるもんな、エミール。そうなの。逆に言うと、エミールがシャオロンさんを殺してくれるのが一番いいんだ、助かるんだけどね。そう、ただ問題がプレイヤースキル的にいけるかどうか。よっしゃ、シャオロン殺した勝ったわ。ナイス、はい、強っ。いいねー。よっしゃ、シャオロン殺した、シャオロン殺した。じゃあ分かった、じゃあもう俺、いや、だからもうあとゾンビかエミールの。ってことはもう完全にこれはあれやな。よし、じゃあ俺はもう死ねるわ。よし。え、ちょっと待って、あとはどっちかやな。できれば、できれば。コネシャマさんに殺されたい。え、なんで俺じゃないの。あ、奥先生でもいい。ええ、ちょっと出会った瞬間にちょっと時間を欲しい。奥先生ん、もう間違いなく3対1の状況やから。せやな。もうもはや霊媒の能力を気にする必要はないんじゃないか。でも実質色が分かんない以上は2位なんだよな。俺らが攻撃してきたやつが敵や。ああ確かに。問題はどっちに、問題はどっちに加勢するべきか。その向きの矢どっから刺さった。君が間違えて撃ったんじゃん。ゾムさん、エミさん、うわ、ゾムあるわ。ええ、どこから。いた。え、僕いた。え、別にお前にいるだけですけど。お前てっかやろう。お前撃ったな、今撃ったやろ。確実に撃ったよな。え、いや撃ってないって。俺あれ変なとこから飛んできたもんな。いや、なんかどこから。いやいや、ウス先生、ピンクの向こう。せやな。え、俺があそこ最初いたのに。いやでも明らかに見てよ、ウス先生、この白いやつ。いや違いない、あれ撃ったよね。エミル、お前が味方か。そうだよ、俺ちょっと味方だよ。何言ってるんですか。ここ繋がってんだ、外に。知らなかった。まあ繋がってないとこもれるからね。ああ、俺じゃあ逆に言うとどこに行けばいい。エミル、ゾム殺せ。いや、その場所がわからん。ね、場所は、くそー、かかすのここまでか。じゃあ場所は2階上がって、もう1個階段があって、はい、それ図書館に向かうねんか。多分2階にいると思う、まだ。そうか、エミリーズ、お前当店持ちやろ。あ、ゾムさんいた。よしよしよし、俺らも行く。ウッセンス、俺らも行くぞ。行くぞ行くぞ行くぞ。ゴー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 。ん、いた、ゾムいた。え、どうした。エイトラカバサバサ。あ、よし、あ、よし、なんとか耐えた。やった。いや、まだ当店が発動した。
ふぅ。あれ、これってシンマの反応がないってことはシンマ死んだんかな。今目の前でシンマゾンさんに殺されましたよ。いや、それエミール大先生、気をつけるんや。騙されねえぞ。くっそ、マジか。どこかわかんねえ。いや、大先生、しっかりエミールや。もう遅いよ。もう遅いやろ。これ島さん殺したんからもう言い逃れできんやろ。くそ、しまったなぁ。どこや、どこやら。エビール、藤持ってなかったら殺せてたな、あれ。いや、俺が変に引き残したが良くなかったんだ。くそ。あ、事実上の羊を狩るだけか。あ、どこかなぁ。ぬい。痛い。あ、エビール、もう美味しいよ。マジか、お前。あとは大切だっか。あ、俺大切。今日はどこに遊びに行く？いや、俺今日は家帰るわ。え、なんて土佐酢場がいいって。任せてくれよ。やろう。あれどっかな。え、あれどこだろう。いや、こんなことある。いや、粘ったな今回。お前、いや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 、やめよやめよ、そういうのやめよ、ほんまやめようや。あ、じゃあ、え、なんか何くれるんですか。じゃあすっげーエッチな写真あげるわ。エッチな写真か、俺の。もう殺すわ。いや、しかしどこにおんのやろな。勘弁してくれよ。マジでどこにおるかが分からへんな。本当は分かってんだろ。おい先生じゃないですか。あ、矢を撃ってきて。チュース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 。やろう、遊びやがって。出てこいよ、ほい出てこいよ。ああ、勝てないよ、勝てないよ。いや、これでもちょっと怖いね、真正面か。これちょっと裏取るか。いや、どうしようかな。裏取る結構階段からやろ。あの階段のぞったとこじゃないですよ、しな。もらった。くっそ、終了。おー、大先生やるやん。しまった、大先生よくやった。お前珍しい。いや、プロか、お前よかった。いやー、完全に大事な。いや、これゾム気づかんかった、マジ。いや、最後まで悩んだな。いやー、ゾム悪かったな。いやー、あれ俺もちょっとどういう構造か分からないけど、シャオロンをおとりにしてあの構造分かったから。実は俺とゾム結構前に合流しとって。なるほどなるほどなるほど。どう攻めようかなって。なで、エミールを無視して3階に行くっていう。無視されてんな。俺隣に立ってたらどうしたんか思った、ほんまに。あん時シャボさんじゃなくてゾムにやられたよ。そう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 。なるほどね。だから3階にゾムもいるの知ってたから。分からんかったな。いや、怖かった、マジで。
よう大先生勝てたなぁ。すごい。ほんまによ。っていうか、なんかエミさん、なんかトーテムうんぬんって言うんやったら別にロボロに渡しとけばよかったのに、なんであんなすごいグダグダしてたんや。いや、思ったんやけど、もうなんか、疑われてただ殺された時にトーテム発動してもったいねえなと思って。エミさん、そういうところが黒っぽく見えるところやねんな。そうなんよな。いや、だ手を回しすぎたんや、完全に。いや、ラッキーやったなぁ。白く見せる。つもりあるんかなってたまに思うレベルできる。いや、そうやね、なんか、なんていうの、自信のなさが余計に、あれ、もう、こっち黒かってなるもんな。いや、なんか自信のないのは、まあ、しゃあないにしても、なんか、行動がすごい、逐一怪しいってのが、